トマホークの1年前倒し導入を防衛大臣が発表しました。国産トマホークとも言われる1式精密誘導弾改めも、1年前倒しで検討と言われているとか。今回は、攻撃能力獲得で変化する自衛隊について見ていきたいと思います。トマホーク前倒しということは、アメリカも本気なのでしょう。日本も配備されるようです。台湾情勢との関連もあり、日本の防衛力向上については、中国も慌てるほどのスピードで進んでいるという見方もあるとか。2023年10月10日、現在の木原防衛大臣が記者会見で、これまで2026年度を目途に実戦配備を行う予定だった国産のスタンドオフミサイルの導入時期を早めることを示唆する発表をしました。スタンドオフミサイルとは、敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことです。近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗するために、早期の導入を求めているものです。すでに、日本政府は、10月4日に、アメリカのオースティン国防長官との協議の結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルもといえるトマホーク巡航ミサイルを、当初予定より1年早めた2025年度に導入することで合意したといいます。日本がアメリカから調達する計画では約400発のトマホーク巡航ミサイルですが、このミサイルは、およそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主に、海自の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものになります。艦隊間、艦隊地の両用途に使用可能な仕様で、飛翔速度が音速という点が課題ですが、従来の対艦用のハープーン巡航ミサイル等より、格段に長射程ということです。この巡航ミサイルが音速というスピードなので、現在の対空ミサイルと比べると、迎撃が比較的容易なので、有効なスタンドオフミサイルとして機能しないのではないという批判も多いのだとか。こういった意見も一理ありますが、およそ 1600km の長射程を誇る巡航ミサイルを保有していることで、少なくとも、敵は、それらを迎撃するための監視体制、機材を稼働させる必要に迫られると思われます。そういった動きを相手に強いることには、大きな意味があります。警戒を怠ったら、自軍の艦艇や地上設備に損害が生じる可能性があると不安視させることで、実際に攻撃しなくても抑止体制を取らせるという効果が期待されるのです。欲を言えば、不幸にして未戦闘に突入してしまった場合、敵の防空網を突破するほど飽和攻撃ができる数量のミサイルを投射できればもっといいのにという意見があります。日本が購入を決めたトマホーク巡航ミサイル400発では心もとないというのです。その意味でも、スタンドオフミサイルの数量をある程度揃えるために、国産化を推進しておく必要があり、防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイル配備の前倒しは、現状では必須と思われるという声も多いようです。このところ、南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争でも、これまでに、西側諸国からウクライナ側に供与された兵器の中で最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウですが、かなり効果的な戦果を上げていると見受けられます。このストームシャドウは、航空機に搭載して運用する形式の空対地巡航ミサイルですが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ 250km と言われていて、それでも今までのウクライナへの供与兵器の中では最大の長距離兵器とめされているのです。ストームシャドウも亜音速の飛翔速度で、ステルス性を完備したものではありません。これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網が迎撃に成功したと見られるケースはないので、非常に高精度で攻撃を成功させている可能性が高いと考えられます。こうした実際の戦争での直近例に鑑みても、亜音速巡航ミサイルであっても、ある程度の防空網を備えたロシア軍に対して効果的ということが明らかです。ということは、これは日本にとっても朗報だと見る向きも多いそうですね。さて、日本が国産化を当初の予定より、一年前倒しを検討しているスタンドオフミサイルですが、具体的に何かといえば、1式地対艦誘導弾の能力向上型、
当初防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主だと見られています。1-2式地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で陸自が配備している1-2式地対艦誘導弾の改良型で、現行のオリジナルの最大射程距離が約 200km ですから、残念ながら長射程といえる性能ではありませんね。しかし、前述のように、ロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの性能を見ると、最大射程距離がおよそ 250km とされるミサイルであっても、価値に疑いの余地はないので、現行の1-2式地対艦誘導弾も、一定の価値は担保されると言えましょう。この1-2式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、射程距離をおよそ 900km に延伸することが公表されています。そして、最終的にはおよそ 1500km にまで延伸する予定で、飛躍的な向上を期待しているようです。1-2式地対艦誘導弾能力向上型は、名前は改良型と思わせるものですが、ミサイル本体はステルス性能を加味した、オリジナルとはほとんど別物と言える形に進化しています。南西諸島の防衛も、九州本土から物理的に対応できるものにするそうです。また、オリジナルの1-2式地対艦誘導弾は、装輪式の車両に乗せて運用する地上発射型のみですが、能力向上型では、航空機に搭載する形式、艦艇に搭載する形式などの拡張が打ち出されており、発射母体が増えることが想定されています。これによって、運用は、陸海空3自衛隊の部隊の全てをカバーすることになります。より多層的な防衛体制を構築できると考えられるので、もともとは対艦攻撃用途の兵器ですが、対地攻撃用途にも使用できる汎用性も実現する予定ということです。次に、当初防衛用の高速滑空弾ですが、飛翔速度は、音速を超過するとみされており、現時点では、まず、射程距離 500km ほどのものとなると想定します。南西諸島の防衛用の地対地兵装の用と位置づけられています。この高速滑空弾は、1-2式地対艦誘導弾等と異なり、兵器としての分類上、弾道弾タイプの極超音速滑空体で、かつての敵基地攻撃能力、現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものになると見られています。この当初防衛用の高速滑空弾も、2030年代以降を目標に、最大射程処理を、およそ 3000km にまで延伸する計画が打ち出されていて、対地攻撃用途だけでなく追艦攻撃用途も可能になる改良型も視野に入れていると推測されます。また、潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備となっている 533mm 魚雷発射艦6門から運用可能なものを想定しているとみられ、同じ仕様であるアメリカ製のハープーン追艦巡航ミサイルの代替となると思われています。この潜水艦に搭載する誘導弾は、1-2式地対艦誘導弾能力向上型とミサイル本体を共用できればベストと思われるのですが、前述のようにステルス性能を加味し、大型化させているので、533mm 魚雷発射艦から、そのままの形での運用するのは困難と推測されます。そのため、533mm 魚雷発射艦での運用に対応した別バージョンが開発される運びになると想定され、最新型ハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様、対艦・対地攻撃の両用途に対応した形になるのでしょう。海上自衛隊では、VLS 垂直発射艦を搭載する実験艦を建造することもすでに決定していますが、22隻体制を確立した潜水艦隊の現状の主兵装である533mm 魚雷発射艦を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化は並行して実施されると考えられています。